丼の麺に酒を流し込むやつがある。あの二人仲がいいね。あいつらいつも一緒にいますからね。へえ、どんな関係なんだい。あの二人の関係、そうですね、裸の関係です。またまた冗談だよね。いえ本当です。本人に確認してみては。いおりくん、ちょっと聞いてもいいかな。はい。君は恋人がいるのかい。まあ、いるといえばいますね。一応。その子は髪の長さがこれくらい。そのくらいですね。見た目はクールだけど中身は天然入ってて。そうですね。二人の間には障害が多いとか。ええ、まさにその通りです。どうしてそんなことを。いや別にいいんだ。愛の形は人それぞれだからね。うん、いや驚いて妙に喉が渇いちゃったよ。ウーロン茶でもどうだ。じゃあ僕がもらおうかな。ありゃマスター酒弱いんだな。まあとりあえず声だけかけておきましょう。マスター一応言っておきますけど、このまま寝られたら何があっても知りませんからね。ふわふわるふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。